イタリアの公的健康保険証。コディチフィスケール記載欄がある。コーディチフィスカーレは、イタリアの個人納税者番号。納税番号ではあるが、税金のみにとどまらず、年金、郵便局において、国際郵便を出荷する、サイトを、ありとあらゆる事柄に対して、必要となる。発行主体は、税務当局。近年は、従来の緑色の番号のみが記載された。 プラスティックカードからイタリアの健康保険証と合併したカードに変更となっている。もともとはこの番号は納税者番号を意味し、イタリアに居住する納税者に付与される番号である。ただし2000年頃からイタリアではそれまで企業が保有していた付加価値税登録番号とは別に、企業であってもこの納税者番号が配布されるようになった。なお、企業用のこの納税者番号は、 少数の例外を除いて、基本的には、不加価値税登録番号と全く同じ番号であるのが一般的である。ミラノ生まれのマッテオモレッティ氏、1925年4月9日、出生であれば、以下になる。米国生まれのサマンサミラー氏、1982年7月25日、出生であれば、以下となる。以下のルールで裁判される。ありがとうございます。